今年のハロウィン、楽しいはずでした。ところが、ガザは、とても悲惨なことになっています。この手前勝手な、大人の責任も、大きい。安倍、晋三、です。トランプの、パレスチナ、完全に無視する作戦に、乗ったんです。トランプと話して、イランに行ったのは、参院選前だったんで、話題になり、票になる、と思ったんです。また、イスラエルに200億円金をあげたのは、その方が格好がいいからです。